人生初のポケモンポケットモンスターエメラルドパート3、始まり始まり、やんややんや、すごく気になるけど、あの海に浮かんでる人は何？船がスレスレを横切って大丈夫なの？あれは海で泳いでいるだけの普通の人だぜ。そんなに浅い海を移動してたんだ。自分的には大海原に航海に出たつもりだった。言うてもエメラルドの方圓地方は日本の九州をモデルにしたマップだからな。海外まで網羅した広さではないな。え、九州だったの？私九州で生まれ育って、九州中をお仕事で行き交ってるけど、これに似た場所はなかったわよ。あくまでモデルだ。九州そのものではないぜ。なるほど、日本の各地がモデルになってるわけね。今のところ関東近畿北海道九州そして東北だな。四国は、各頃島が四国ではないかと言われてるが、なんとも言えないぜ。またアクア団か卑猥なマークを毎回出しやがって、許さん。アクア団のマークが卑猥とか、中学生男子でも考えてないと思うんだが。いかにも悪役っぽいポケモンを出してきた。お前のところの闇ラミも十分悪役っぽいがな。アクア団って基本強くないわよね。三下なんだろう。幹部とかは強いのかもしれないぞ。卑猥マーク再び。だからそんなん言ってるのお前だけだから。はっはっは、ザコメ、おととい来やがれ。うん、でもおとといって過去だから来れないわよね。自分で突っ込むなよ。来ることが不可能な日を指定してるってことは、来るなって遠回しに言っているんだろう。なるほど、乱暴な言葉として使うけど、上品な言い回しだったのね。三下持ってるお金が少ないな。大人になったらお金持ちになるわけじゃないぞ。そうなの？今プレイしているおっさんを見ろ。珍しくお札を持っている時も、青いお札が数枚程度だからな。キャッシュレス化してるんでしょ？まあ、キャッシュがレスしてるというのは正しいが、預金もレスってるからな。まあかわいそう。なのでこの動画がバズって100万再生したら。したら？ああ、すまん。そもそもたくさんのお金を手にしたことがないから。こういうプランが思いつかなかった。じゃあお金が手に入った時に改めて考えましょう。そうだな。そしてストーリーを進められそうなところに行ってみます。どこかに隠れてる。クセモノか。クセモノは人の家に入ってきたお前だろ。そういえばポケモンってドラクエみたいに壺やタンスからアイテムもゲットできないのかな。どうした？他人宅でアイテムをゲットできなくてストレスが溜まってる。犯罪に完全に染まった人の発想じゃないか。カラクリ屋敷、これは面白そう。カラクリ屋敷、あまり広くないみたいね。天外魔境通の箱庭城みたいね。知らんが箱庭ってことでそのお城が小さいことはわかる。まあ、正直この動画を見てる人で箱庭城を知ってる人はいないと思うけどね。なんかの技でこの木をカットできる的なことを、誰か言ってた気がする。さすがに覚えていたか。たった4匹しかポケモンはいないし、忘れてもいい技がわからないし、一旦諦めます。諦めるんだ。正直、秘伝の使い方がよくわからんかった。わからないことないだろう。子供向けのゲームだぞ。世の中の大人すべてが子供より賢いと思うなよ。格好悪いことを格好よく言うな。みんなもこんな大人になっちゃダメだぞ。ということでお隣さん発見。挨拶がてらにバトルします。握手より先にまずバトル。修羅の国九州だからね。まあまあレベルが高いわね。なんか道でカツアゲしてくる一般人もそうだけど、最近は複数ポケモンを繰り出す相手が増えたように思う。だな。
これは将来相当数相手にしないといけないっぽい。本一対一の繰り返しだから、数だけじゃなく相性も考えないといけないな。わあ、それはやばい。正直相性は分かってない。岩は水に弱い、水は電気に弱いぐらいしか、知らない。ネットによると全18種らしいぞ。絶対覚えられない。今回の相性は良くないがゴリ押しか。ダメでした。エドモントはボス戦では役に立ってないイメージだけど、雑魚戦では突っ張りで結構な数を片付けているので、決して役立たずではないです、信じてください。エドモントをフォローした。前回も起死回生でいいところなしだったからね。ただ、打撃や防御とかを期待してたから、意外と柔らかなんだなぁ。って印象は受けてる。まあ、持ち巾着みたいな外見だからな。それを言うとマルリルはぷよぷよしてそうだけど、防御も打撃も頼りになる。今やミラミが対象ならマルリルは副将って感じ。元エースのジュプトルはどうした？今は電光石火以外ダメージを与えれる有効な技がないから、ベンチを温めてます。補欠かよ。正直、一番の子さんだから、なんとか有効な技を覚えてもらって、一軍復帰してほしいところではある。おお、自転車をくれるのかありがたい。そやダート一択、ダート自転車の方が有効そうか。話は聞いてなかったけど、ダート用の自転車ってことはモトクロスでしょ。男の子はモトクロスが好きなのよ。そうなのか。まあ、好きな方に乗るといい。まあモトクロスのタイヤは設置面積が大きくて重たいから、日常生活ではおすすめできないんだけどね。あ、自転車といえば、最近の若者ってタイヤが小さい自転車に乗ってるじゃない？ああ見かけるな。あれってきつくないのかしら？タイヤが小さい自転車はきついのか？自転車って基本設置面積が小さいタイヤが軽いし、車輪の直径が大きい方がスピードに乗ると楽になるの。個人的経験だけど。ということは小さい自転車は利便性が良くないと。ダサいけどママチャリの方がはるかに良いと思う。それだろう。は、若者は利便性よりダサいかどうかが問題なんだろう。なるほど、そうよね。私も若い頃はそうだった。お、ミツルくん、この子も若いからタイヤの小さい自転車に乗るのかな？どうだろうな。ストーリー進まい森蔵小丸だから勝負する。なんで片言なんだよ。ミツルくんまっすぐな子だ。いい子だな。さあ怪しいグラさんと話したところで、ジムリーダー戦だ。チョコ材な仕掛けをしやがって、カラクリの館よりよっぽどカラクリしてるわ。確かに。ジムリーダー意外とは戦ってるんだな。うん、ジムリーダーを倒すとカツアゲできなくなっちゃうみたいだから、金の亡者め。さすがに電気対水では部が悪いか。うん、いけそう。ずるい、セコンドは引っ込んでろ。前のジムリーダーもやってたじゃないか。そろそろ慣れろ。ジムリーダーは回復しまくってくるもんだと。仕方ないマルリルにはギリギリまで頑張ってもらおう。見事なブラック起用思考。今回もあとは闇ラミの頭突きで乗り切る。ナイトヘッドな。
わわ、半分近く減らされた。このままだとダメージ合戦で負けちゃう。おお、ついに使ったか。くそー、相手も使ってきやがった。オッケー、相手は1ターン棒に振った。よし、撃破。残りポケモン数的にこちらが有利だ。先制取られた上に金玉に直撃。残り2体のどちらかの相性がいいことを願って。珍しくデバフ攻撃したな。こっちは2体数の差を生かしていく。おお、悪くない。確実に削ってくれ。ああ、あとちょっとだったのに。卑怯だぞ。こっちにはもう傷薬がないのに。いや、買ってこいよ。お前のそのドケチ具合がポケモンたちを苦しめてるんだぞ。ここに来て攻撃パス。元エースが沈んだー。あとは力勝負のみ。相手を土俵際まで寄り切ってしまってくれ。幕の下。ナイス、ナイス猫騙し。悪くないぜ。めっちゃ減ったな。これはあかんパターンですわ。あと1、2回突っ張りが出れば押し込めたのに。やーらーレーダー。リトライです。次は逆、闇ラミを最後まで残す作戦。なるほど、相手の最強にこっちの最強をぶつけるわけか。悪くはないが、前哨戦ですでに脱落者が出てるぞ。ラストまでいけるのか。あ、闇ラミ使ってる。あ、今回はポケモンたちに木の実を持たせました。どうやら木の実での回復行為ではターンを消費しないみたいなので、それとこっちも傷薬ガンガン使います。さすがに節約生活は懲りたか。結局前回と同じ感じでラストになったな。開幕も同じだな。しかも同じようにデバフか。なんとか相手の攻撃回数を減らしたい。大きな実を使った。えらいぞ幕の下。無駄だったな。無念、仇を打ってくれジュプトル。さっきはそれなりに HP を減らしたから、今回も頑張ってほしいな。しまった、思った以上に効かなかった。前回と同じ展開、痺れさせられたぞ。しかしこっちは違う展開にする。前回と違って今回は課金ゴリゴリだな。
し、しまったもうマヒノンがない。マヒナオシナマヒノン知ってる視聴者さんはいないと思うぞ。マヒノンはメタルマックスというゲームに出てくるマヒを治す薬です。メタルマックスでは全員マヒになった時点で全滅扱いとなるので、マヒは必ず治しましょう。お前がポケモンのことは知らないがメタルマックスに詳しいことはわかったぜ。木の実ナイス、あと1回だけでもダメージを与えてくれ、ってダメだったー。予定と違うが、一応ヤミラミを最後まで残してはいるな。あぶなー、あぶなー。回復を嘲笑う大ダメージだ。ラストの傷薬。これは今回も無理じゃないか。まだ慌てるような泡は時間じゃない泡は。どうしよう、いい薬がもうない。あらこれ、単なる炭酸飲料ではないようだな。やったー。まだいける、まだ戦える。やったー。見たかヒゲじいさん、これが私の真の実力だー。40秒前まで負けそうでベソかいてたくせに勝てば官軍なのだ。しかしたった3人目のジムリーダーでここまで苦戦して、この先大丈夫なのか。それは私も感じた。我々に足りないものがある。傷薬か。いやそれも足りないけど、私たちにはピカチュウが足りないような気がする。すまん、意味がわからないから説明してもらえないか。ピカチュウ的ビリビリするキャラとか、ブワーって火を吐くやつがいないのが、我々モリゾー団の弱点な気がする。その2タイプが必要かはわからんが、タイプが多いに越したことはないだろう。じゃあ次回はピカチュウゲットだぜ。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。Have a nice day.